今日前髪あんまりだ。それはポニーテールにしたかったんだよね。こんにちは。今日は18時に終わります。え、見た？みんな見た？ずるって頭皮がさ動くって言ったじゃん。見て、わかる？なんかさ動くんだよね。わかるかな？動くの。だから結ぶとさ、ほら見て、さっきこうじゃったじゃん。なのに結ぶとこうなるの。これやばい。短すぎるって。ハートありがとう。昼休みにメール、昼にメール来ると春休み実感確かにしそう。こんにちは。フリーだもんね。まあもともと春休みだったんだけどさ、やっと遅れるようになったから春休みだなって思ってた。余計ね。こんなんして埋めたか。いい感じにしたいんだけど前髪も。変な前髪がねあるんですよね。いつものリーナの雰囲気じゃない。本当？歌っぽい。今日前髪絶対切りすぎた。前髪切りすぎた。頭皮動く。みんなも動くの？頭皮、触覚？頭皮かは関係ない。触覚はねストレートにしててもね消えない。消える、消えるんだよね。ハート三色団子ありがとう。ハゲの人も、まあ、頭皮は動くんじゃない？こうやってやれば。ハートありがとう。そう、ほんまにっぽくなっちゃう。やだ、今めっちゃ前髪綺麗になった。ハートありがとう。髪型かわいい。ほんと？やった。団子ありがとう。学生は春休みでもおじさんたちは、いや私もね仕事全然あります今日は休みだけどね。昼間に、そう昼間にショールームできるけど、まあ、昼よりも夜の方がいいかなって思って。この長さがいい。これちょっと短すぎめっちゃパッツンじゃん。服かわいいよね。なんかあんま着てなかったけどめっちゃかわいい。ちょっとさ、なんか夏っぽくない？一応長袖だけどさ、なんかあんま冬、今冬？春？春って感じしないかも。ごめんなさい充電がなくなったのかと思った。いや、の押し間違いでした。そこで日本はどうなってるんでしょうか。いい？いい？日本どうなってる今。まあ平和に暮らしてます。え、うん、どうなってると言われましても、平和ですよ。平和、私の地帯は、私の地帯は平和です。
こんにちは。前髪自分で切った。うん、基本的に自分で切る。そんなさ、めっちゃ美容院行くわけじゃないからさ、まあ、なんか髪の量の多くなったなって思ったら美容院行くのね、いつも。だから前髪目的で行かんから、前髪は基本的に自分で切ってます。三色団子ありがとう。え、でも美容院行ったらなんかさ、前髪切りますかって言われてさ、大丈夫ですわ、なんかちょっともったいない気がするから、もう切ったばっかでも、はい切ります、整えてくださいっていういつも。来週から JK。 そうだね、 JK です。桜ありがとう。パッツンも好き。いや、パッツンのが好きかも、アイドル前髪より。前髪1ミリ切りすぎた午後という歌詞の名曲がある。そうなの？1ミリ何ミリ切りすぎたんだろう。3ミリぐらいえ、本当に1ミリぐらいかも。2ミリぐらいかな、切りすぎました。三色団子ありがとう。桜ありがとう。オンリーワン。少しちょっとなぼくれた。本当？そうかな。っていうか、そうだ、今日めっちゃ天気悪くないですか？髪の量は減る一方、増えるんですよ増えるんですよ、私。ほらありがとう。どのくらいのペースで病院？え、でもリーナ多分ね、普通の子より少なくて3ヶ月に1回ぐらい。え、なんかもう1ヶ月経ったら行きたいって思うんだけど、なかなか日程合わないから行けてないだけでって感じですね。大体の子は多分1ヶ月に1回かな。リーナ3ヶ月に1回しか行かない。ハイキューやっと第2シーズン。おお、第2シーズンはあれかな、強化合宿の前かな、赤点のどこかな、赤点回避みたいなやつですか。埼玉朝から雨。え、多分愛知も朝からなんか雷鳴ってたよね。 DD だけどオンリーワン。それはオンリーワンじゃないですよDD はただの DD です。雨止んだけど風強い。あ、そうなんだ、止んだんだ。こっちいい天気で雪解けが始まった。え、すごいじゃん。じゃあもう完全にあれですね、春ですね。え、なんか春になんか雪解けみたいな歌詞なかったっけ、制服の目に。ないか、ないか、なんか勝手にあるかなって思ってたんだけど。三色団子ありがとう。だいぶ花粉ね、落ち着いたね。もう今日天気があんま良くなかったからじゃない。今日はねすごい落ち着いてた。でも朝はね花粉症状あったよりな。でも昼になってからだいぶマシになったかな。三色団子ありがとう。リーナね、今日さあれ作った、ティーンズユニットの宣伝画像作ったよ。またちょっと X に上げてもらうんですけど。でね、作るときにアプリ使ったんだけど、写真を入れ込めるのね、アプリに。でその写真に自分の字を使おうって思って書いたんですよ。これ見て、ちょっといつもより上手でしょいつもより上手にね、頑張って慎重に書いてたのだけど、何、背景も作りたくて、背景をこの色をね入れ込んだの、背景に。でもやっぱりさ、こことここでもさ若干光の加減で色が変わってくるじゃん。だから無理で諦めました。だからこれボツボツになった、これを今日使いますまあボツになるのはねダメだからね。何書こっかな。春の桜とか書いとく。え、桜得意だよ。ちなみに桜得意です。あ、待って、まだテロップ書いてなかった。危なあ危ない。え、待って、今日めちゃめな調子良くないか。なんでなんでかな。えい桜を食べると
頭がゆくなる魚も。え、待って、失敗しました。人手みたいになっちゃった。ちょっと待ってよ。桜ってさ、花びら5枚じゃん。だからめっちゃさ、むずくない？なんか位置関係がむずい。ここって微妙だな。お、え、めっちゃいいバランスで描けたよ。うまいね、これはうまいっしょ。あと三色団子でも描いとこう。ちょっと 色今日忘れてきたからさだったらわかるかな、三色団子ってわかるかな。なんかさ、団子三兄弟の曲って知ってるかな、みんな。団子三兄弟、なんか歌詞忘れたけどさあれめっちゃうちの何三兄弟、まあ五兄弟なんだけど、そのうちの年が近い組の三兄弟がなんかねすごい当てはまってるんだよね。なんか長女はなんとかなんとか、え、歌詞忘れちゃったけどなんか当てはまってた。今顔描いてるよ。かけたと思ったら 手がかすれちゃった。手に手がかすれちゃった。よし、見て、かわいい、かわいい団子どう、どうですか。上からお姉ちゃん真ん中リーナ下が妹どう。え、顔はね知らん、勝手になんか描いときました喜怒哀楽の喜と喜、え、楽だな、楽と怒と哀、楽と怒と哀です。喜怒哀楽。うん、あとなんかあるかな。なんか春といえばピクニックだけど、ちょっとピクニック描けないから、まあこんなもんか。うわ、もうあれかな、じゃあさ、桜の周りに桜の花びら散らしとくわ。え、結構よくない？デザイン、なんか豚の足みたい。おお、ナンセンス、ナンセンスですねこれは。え、見てどう、え、よくない？結構センスが問われますよこういうのは。待って待って、そういえばさ、あれ、リーナさ、毎日配信日付と同じだと思ってたんだけど。違うじゃん。え、昨日もさ、リーナまとめにさ25日毎日配信って書いたよね。
今日27日なんだけど、今まで間違えてた、もしかして。絶対間違えてたよね。27日じゃん。そういえば昨日25日って書いたよね。今日26って書くとこだと1日でいいの間違えてたんだ。どっかでずれたんだろうな日付と同じだと思ってた。今日26日だから26日って思ってた。だちょっと1日自分で減らしてました。なんて言うんだっけ、詐欺、毎日配信逆詐欺してました減らしてた毎日配信自分で。危なかったわ。減らしてました。いつまで続けるんだろうな。もちろんさ、終わっても続けたいけどさ、4月7日に発表なんだっけ、 6に発表、6に発表があったとして、まあ、多分またさ午後じゃん。だから朝は配信すると思うのね。でさ、4月7にさ、6でもし入ってなかったらリーナ絶対7できないよ。絶対7できない。泣くから絶対できない。だから毎日配信続けてほしいって思うんだったらぜひ応援してください。じゃあ2曲続けられん。あと普通にシンプルに学校が始まるからシンプルに学校が始まるから続けられるか分かんない。学校は始まるけどさ、あれじゃん、学校始まるけど時間変わんないからさ、相変わらず20時までだからさ、高校生になっても。だから分かんない。三色団子ありがとう。ついに、そうそう、ついにですよ。桃とリンは入れなかった。桃とリンはちょっと同じの書けないから入れなかったです。元 K2 のモヤモヤキュンの人薄くなって、あ、そうな、薄くなるってどういうこと。茶色い台湾の加工、あ、もう書いちゃった。茶色、あ、でも茶色くないけど、まあ、でもみたらし団子ってことにしとこう桜って食べるものなのか。違う違う、魚をアレンジしただけですなんか似てるなって思って。でも桜って食べない？桜食べるじゃん、よくみんな桜味のなんとかかんとかみたいな。今日も可愛いですね、ありがとう。ほら、ありがとう。桜うまい、ちょっとわかんない、美味しさじゃわかんないけど食べますよね。ちょっとあんまりな、飲まないからさ。だいたいさ、そういうさ、桜味のなんとかってさ、じゃあだいたいさ、フラペチーノとかでさ、ミルク入ってるからさ、飲めないんだよね。うまい、お、うまかった、ありがとう。三色団子ありがとう。今思えばさ、あのアイテムの三色団子めっちゃ美味しそうだね。ツヤツヤしてる。生まれてないので第五三兄弟の歌は知らない。ん？絶対知ってるでしょ。え、どういうこと。リーナより後でしょ、前でしょ、絶対知ってるよ。一番上がリーちゃん、真ん中が妹さん、下が弟。違う、弟ちょっと離れてるもん。お姉ちゃん真ん中、リーナ妹で勝手に三兄弟にしてる。弟はね、年近くないから入れなかった。だから年が近い3人組って言ったでしょ。リナは花より団子より竜田揚げ、そうですよ、花より竜田揚げ口に刺さって団子団子とかで、わかんない全く覚えてない。なんかあった、長女はなんとかかんとかでみたいな
頂上のなんとかはなんとかみたいなのがあったんですけど、次の時5人だから5個いる、まあね、5色団子何色が入るんだろう、紫とか入る、何も食べたくないかも。3色団子ありがとう、あーありがとう、27日連続おめでとう、ありがとう。27日、もう本当にティーンズユニット投票もね、もう後半戦になってるので、まあ少しでも応援したいなって思ってくださってる方は、少しでも全然嬉しいので、ぜひ投票してくださると嬉しいです。もう本当にやばい本当にこの期間さ、やばい、やむし、めっちゃもうやばいですね。でもね、一番やばいのが多分投票期間が終わってから結果までの日がもう本当にやばそうリーナ、やばいめっちゃやばいです。なんかみんなのさ票数が分かんないからさ、その入ってた子たちの分かればさ、まださこれぐらい入れたらいいかなみたいななるじゃん。でもそれも分かんないからさ、分かんない、むずい、めっちゃ分かんないって、安心できないもん、何票あっても安心できないもん、怖いよね普通に。なんかさ、まあ安心してもよくないけど、安心してたら絶対抜かされるじゃん。でもなんか欲しいよね。歯車ありがとう。25って書いてある。え、でしょ25って書いてあるでしょ、メールに。2日間どこに消えた。いや違う、昨日のでしょ、メール、昨日のメールでしょ。だから1日だけ消えたんだけど、2日間は消えてないんだけど、1日だけ後にしてた。桜ありがとう。オンリーワン、三色団子ありがとう。入ってはだかい、いや入っても泣くよ入っても泣きます、泣くけど、入っても泣くんだけど、でもやっぱり嬉し涙とさ悔し涙は全然違うじゃん。嬉しかったらもう当日もまた2回目配信すると思うよ嬉しかったね、まあ時間が20時アウトじゃなかったら。でも悔しかったらもう何も手につかないじゃん。なんかもうリナは結構根に持つタイプだから、なんか次頑張ろうってすぐ思えないわけ。まあ後からは思うよ、ちょっとさ時間が空いてたら、何時間が空いてたら、ちょっと何結果が終わってから、まあ、だ間が空いてたらまあ立ち直るけど、さすがにね、あもう無理だったな、まあでも引きずっててもしょうがないから次頑張ろうってなるけど、やっぱり当日とかはさどうしてもそんなんなんないからさ、悔し涙の方は多分無理です多分続けられない。チケットあるし、いやチケットもうなくなったリーナ、チケットなくなっちゃった、なくなっちゃったです。40日続けないとチケットもらえないえ、あと5日ティーンズユニット、今が26だからあと5日か、27日配信でしょ、32、いやー次のチケットもらえんのもだって発表後だよ、むずい。22から1日ずれてたんだ多分あれかも、なんかリーナがいなかった分、やってなかった分のやつかな、あまとめてなかった分かな、ちょっとわかんない。 JK1 だからいろいろありそう、いろいろありそう、まあ入ったばっかだとね、まあなんかいろんな準備とか
ありそうだよね。22時までじゃない、いや、うん、高校生でも16歳になんないとね、20時、昇格できたら21時になる。だからリーナはずっと20時、9月20までずっと20時で、16歳になったら一気に2時間アップして22時までできる。だから公演後にできないのが辛いよね。朝は学校だしさ。三色団子ありがとう、ハート桜ありがとう、結婚式10サシです、お兄はこんにちは。三色団子ありがとう、気合入れて投票しないと間に合わない、リータ手伝って頑張れ好きなんでしょリーナのこと、じゃあいけるよ。ランクインしてもしなくても泣く未来が見えてる、まあそりゃそうだよ、それは絶対泣くよ桜ありがとう、根に持つのか、怒らすのようにしなきゃ、え、めっちゃさ今までに怒ってるから全部根に持ってるよリーナ、こんにちは桜ありがとう。15分やれれば継続できるんだけど、でも15分でもさ、その配信するまでの準備の時間でさ、なんか服着たりさ、前髪やったりさ、ちょっとメイクしたりでさ、それでもう15分ぐらい経っちゃうんだよだから結局30分ぐらい時間ないといけないからさ、ちょっと難しいよね。まあリーナどうせ延長しちゃうしどうせ延長しちゃうし、まとめメールがない次の日からずれてた、やっぱりあれを頼りにリーナも生きてたんだよねハートありがとう、だるまハートありがとう、そんなに怒らせることした、めっちゃしてるよ、老眼だから見にくくて大変なんです、頑張れ、あの老眼鏡使って頑張れ、まあ、リーナ頑張れとしか言いようがない、自分も頑張るけどさ、ね、自分が行って手伝うことできないじゃん、顔半分ドアップで配信すれば服とか違う、そういう問題じゃないんだよそういう問題じゃないんだよ、もしさこれがさずれてさフォアってなった時にさ、下制服とか着てたらさ危ないでしょ、危険を察知能力が私にはついてるので雨っすね、雨なの、愛知は雨なのかな、なんかどっかさっきファンの人でなんかどっかはもう止んでるみたいな言ってたけど、愛知はどうなんだろう、片目だけで配信したメンバーいる、こうやって、え、こんにちは片目だけメイクしてたのかな、桜ありがとう、てかさめっちゃ今さ思ったんだけどさ、配信でさちょっとメイクしてやるやん、ちょっとリップしたりさするやん、で学校とかって大体さメイクダメじゃん、だからメイク落とす時間もない、あるよ朝大丈夫そう、桜ありがとう、 JK になったら今までのことは水に流しましょう、水に流す、そんなことできませんよ、そんな簡単じゃない、ほらありがとう、今までのこと水に流したらもう全部流しちゃう全部流す、生きてたことも流す、全部流すよ、そんなの一からになるよ、なんかさ物足りないかもこれ、桜いろんなとこ散らしとくかちょっとデザインがね、私美術5なんで、ちょっとデザインを気にしちゃう、桜散らしときます、
逆に騒がしくなっちゃったかも。ちょっと待って。桜散りすぎなんだけど、あれ？ちょっと待って、リナの感性がさ、それじゃダメだよって言ってる。え？散らしすぎた。散らしすぎてどうにかなっちゃったわ。まあ桜だらけでいいか。じゃあみんなに撮ってほしい。騒がしすぎん？ちょっと待って、桜のいた、桜の主張が強すぎるよね。まあ春ってことなんで、なんかあるかな。桜ポーズもむずいもの。オッケー。ティーズユニット残り締め切りまでね5日しかないんですけど、私は全力で頑張るので、皆さんが私の夢を一緒に叶えてくださると嬉しいです。お願いします。桜ありがとう。すっぴんで全 OK、 全力 OK、 全科 OK、 全力カラオケするってこと？どういうこと？結婚資格リッチ逮捕です。 JK って最強、 JK ブランド最強ですよ。衣装、あーごめん、 かけないわ騒がしくなりすぎる。さらに衣装むずくない？三色団子ありがとう。桜三色団子ありがとう。色か柄、色は無理、もう置いてきちゃったから。でももういいですね。でも柄ね、柄ドット柄とか入れると良さそうかも。だいぶにぎやかね、だいぶにぎやかになっちゃっただいぶにぎやかになった。ちらし寿司って何ですか？なんか聞いたことはある。だいぶにぎやかになったね。結構すごい、ピンクない、桜なのにピンクなし。まあ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 、モノトーンもいいですよ。こんにちは、ほらありがとう。桜の中に美味しそうなやつがある。三色団子のこと？絶対美味しそうじゃないでしょ絶対美味しそうじゃないでしょ。ほらありがとう。桜の種類は何種類？いや2種類ぐらいしか知らない。普通の桜としだれ桜みたいなやつ。普通の桜はもう本当に絵で描くような桜としだれ桜しか知らん。リーナ逆に何があるんだ？でもリーナしだれ桜可愛いなって思う。桜餅むずくない？てかもうこれに書き足したらもうやばいですよ。あれしよっかな。昨日さお絵描きしたじゃん。だからもう全部消していい、消してみんな描いた？描きました？描いた？撮りました？あでもリーナが撮ってないわ。お絵かけしたかったんだけど無理だったあのスペースがなかった。みんないつも配信終わった後にさ撮ってさ切り取ってさ、たまにメールに送ってるじゃんね。それをやりたいのに消しちゃったらあれだ。ティーンズには12歳含まれない。そうなの？ティーンズってどういう意味？
人数わかんない、どういう意味なの。三色団子ありがとう。25歳のルカさんがすっぴんで配信してんだから15歳の問題ない。どういう意味。ルカさんはねすごい整ってるからいいのよ。でもね15歳はねちょっとさすっぴんが嫌になってくる年なんですよ。だからどこかをやりたいんです。前までのリーナはね全然ねもう全然すっぴんよみたいな感じだったの、14歳のリーナは。でもなんか15歳になってからね嫌になった。なんか何でもいいからなんかしたくなったから無理です。無理です。運の点は桜で書いてないよ。何持ってること教えてください。え、やだ教えません。口にも出したくないので教えません。まあいいですよ別に。10代って言うんだ、セブンティーじゃない、ティーンズって。え、12歳も10代じゃない。10歳から10代って言わないの。10歳から19歳まで10代じゃないの。え、違うのかな。え、だってリーナさ、あの12歳の時とかにさ、なんかさたまにさアンケート受けるやつあるやん。なんかまあいろんなとこでさアンケート受ける機会があるじゃん。それでさ年齢を答えてくださいみたいなやつ、10代20代なんかそれ以下みたいなあるじゃん。いつも10代の子にしてたんだけど、12歳の時も。違かった。13から19までがティーンズユニットっていうの。え、あ、そういうこと。11と10は含まないってこと。そういうこと。え、10代そうなの。そうなんだ。え、みやびちゃんが一番下、さつきち13歳。じゃ12歳はいない、ギリいないのかな。若いのに。いやいや若いから嫌なんです。若いからなんか嫌なんですよ。15歳は嫌です。15歳はすっぴん嫌なんで。寝起きのすっぴん配信めっちゃ燃える。それはねめっちゃ美人の人とかだったら燃えると思いますよ。ショールームならすっぴんでも加工できるから関係ある。加工してもあれでしょ、あんまでしょ、あんま変わんなそう。 JK1 になる、1になる。ファースト JK、 FJK になります。難しいお年頃。難しいわけじゃないけど、まあそういうなんかしたくなってくるんですよメイクを。新しい学校とか新しいクラスとかドキドキする。まあやっぱりドキドキしますよ。だって知らない人ばっかだもん。でもなんか他の人に比べたらドキドキしないかも。やっぱりドキドキはするよ。でもさリーナさ今までになんかたくさん転校とかしてきてるからさ、だから他の人に比べたらさ知らない人がたくさんいる環境に慣れてるわけね。だからそんなかも、まあ、ドキドキはする。なんか新生活にドキドキする。みんなはさ、まあ、新しい人とか新生活にドキドキしてると思うんだけど、リナは新しい人はそんなで新生活にドキドキしてる。めっちゃ声かけたい派。めっちゃ声かけたい派の人リナは。新学期とか始まったら、まあ、とりあえずさ席の前とか後ろに声かける、横とか斜めとかに声かける。どうしたら友達できるんだろうね。なんかさめっちゃ友達作るの上手い人いない。12ね、
ティーンって言わないんだ。中1だと13歳。ああ。中1の後半だもんね。そうだね。早生まれの人はまだ12かもしれんけど。16になったらスピン。そういうわけじゃない。15から無理なんです。15から嫌になる。その終わりは分からん。頭かわいい。頭頭ありがとう。初めて言われたわ。後ろにティーンがつく13から19。どうしてそんなに可愛いんですか。本当そんなに。ありがとう。ほらありがとう。10代は10歳から19。あ、そうなんだ。あ、じゃあ合ってたんだ。リーナのアンケート合ってたね。ティーンズ以下だったらティーンズ以下を選択しなきゃいけなかったってわけね。12歳。そうなんだ。知らなかったわ。10代ってことだと思ってた、ティーンズが。ハートありがとう。また小鹿リーナになるのかな。いや、でもね、同級生とかはそんな緊張しない。あんま緊張しない。高校生になったらプライベートでやってみたいこと。プライベートで、え、普通になんか放課後なんとかしたい。リーナ放課後ショッピングとか。なんかインパクト少ない。なんかやっぱりさ、ちょっとさ、東京、千葉とかさ、大阪に住んでたらさ、放課後夢の国とかさ、まあ、すごいインパクトあるじゃない。お、いいなってなるけど、愛知でやること、放課後ジブリパークとか。ある。放課後放課後レゴランドとか。あんまないよね。放課後、あ、カラオケとかいいんじゃないですか。まあ、やってみたいかな。他やることある。高校生でプライベートでやりたいこと、お菓子パーティーしたい。普通に高校生じゃなくてもお菓子パーティーしたいかな。4部のレーンで15と13歳が並んでたけど、あまり2歳差を感じなかった。本当？リーナ、本当？それはね、サツキチが大人っぽいんじゃない？本当？新しいクラスとか自分から話しかける、うん、自分から話しかける。リーナ人見知りとかしないの？いや、するよ。するけどさ、みんな人見知りしてんじゃん。だってさ、初めてだよ。みんな初めてじゃん、高校入学とかさ。だからみんな緊張してるわけ。だからあんま緊張しないかも。話しかけたもん勝ちじゃない？友達100人できるかな。高校の100人むずくない？なんかさ、小学生とかで100人はさ、なんていうの、小学生ってあんまさ、恥ずかしがんないじゃん、みんな。だから余裕でできると思うけどさ、むずいよね。ほら、ありがとう。少しだけメイクしてすっぴんって言われてもわからん。まあ多分ね、めっちゃ上手い人いるもんね、そういうの。買い食いって何？買い食い？それただ食べるってことじゃん。買い食いってただご飯食べるだけじゃん。放課後ご飯食べ？都会だと学校帰りに行けるとこいっぱいあっていいな。ね、めっちゃいいじゃん、放課後夢の国とか。羨ましい。ハートありがとう。スタバとかよく行く。飲めるものがないからあんま行かないかも。あんま飲めるものがない。制服水族館。水族館放課後に。だったら動物園行くかも。放課後動物園、あー、いいかも。放課後オス、あ、オスか、オスあり。あ、そういう手もあるのか。そういう手もあるのか。放課後名古屋城ランニング。ランニング？名古屋城にランニングすんの、放課後に。だったら家までランニングするかも。名古屋城にランニングするんだ。名古屋城走るの？名古屋城、名古屋城
ってランニングする人ちょっと頭が混乱してる。名古屋城にランニングする人っているんですか？たまにさ朝公園の周り回ってるランニングしてる人とかいるじゃん。そういう感覚でさ名古屋城ランニングする人いるんですか？タコパ、あ、タコパめっちゃいいね。放課後イオンでスガキ屋ラーメン、イオンで、あ、わざわざスガキ屋そこ指定なんだ、イオンで、マック、マックじゃない、放課後だったら。12期の中でサツキチが一番バブ、あ、まあそうだろうね、一番バブいもん。でもね13歳には見えん。高校生の頃マックもカラオケもなかったので。え、マックないの？マックってそんな最近なんですか？え、マックってもう何、昭和時代からあると思ってたんだけど、最近の話だったの、もしかして。カラオケも？え、そうなんだ、知らなかった。前髪切った？うん、昨日切った。昨日、本当は一昨日、一昨日切った。ん、昨日、昨日だ、昨日の朝切った。昨日の朝切りました。4人でお菓子パーティーするのは誰と？オカパーズっていうのがあった。ん、オカパーズ4人、え、誰、どういうこと？11期で4人ってむずくない？だって6人だもん。だったら誰ともしないかも。みんなでやりたい、やるなら。本格山ちゃん、あ、居酒屋放課後居酒屋、放課後なんとかとりあえず放課後なんとかしたいです。放課後レース、あ、レースね放課後レース、それ大事、放課後レース大事です。どんな歌だったっけ、放課後レースって。いや、前のめりが頭で流れててさ、放課後レース全然出てこないんだよね。あ、君より先に先に着いたよ自転車、僕が押しながら、なんとか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 。やっぱり歌詞覚えてないわ。あ、でもあれがめっちゃ好き。なんかさ、初代じゃないな、初めての名古屋ガールズフェスティバルを思い出すから好き。そろそろスクショタイム取るのでリクエストください。サンシャイン栄で観覧車乗るのもいいかと観覧車乗って、あー、すごい、なんかみんないるって感じみんなと合いそう、合いそう。三色団子ありがとう。放課後フルッパ、それはできるもんならしたいですよ、もちろん。できるもんなら絶対できない。適当に言いました、ランニング。適当なんかい、なんかやってる人がいるんかと思った。リナ見たことないからさ、名古屋城でランニングしてる人え、いるんだって思ってびっくりしちゃった。名古屋城の近く公園あるから、あ、そこでね。まあ公園はね、よくみんな走ってるよね。さつきちを赤ちゃん用回りして大人ぶるりーちゃん。いや、でもさ、やっぱりさ、赤ちゃんだよあれは。で、大人ぶるとかじゃなくて、顔がね、年齢がとかじゃないよ。年齢はそんな変わらんけど。銀座には昭和にできたよ。ん？あ、昭和時代に銀座にマックができたってこと？ねえ、あ、じゃあ一応あったんだ、銀座にだけなんだ。今どこにでもあるよね、マックって。え、でも待って、この前さ、バーガーキング食べに行ったって、バーベに行ったって言ったじゃん。バーガーキングをもっと店舗増やしてほしいって思いました。なんかマックはどこにでもあるけどさ、バーガーキングってさ、どこにでもないじゃん。名古屋でもさ、そんなたくさんあるわけじゃないの、マックに比べてね。だからもっとね、増やしてほしいと思いました。本当に美味しいから、本当に美味しいから、また食べたいんですけど、私もっと増やしてほしいって思いました。モスとかももっと増やしてほしい。何が一番多いんだろう、日本のチェーン店でさ。スタバかな、何が一番多いんだろうね。サイゼ、マック、やっぱマックかな、わかんないKFC とか。高校生の頃まだ携帯なくて PHS、ちょっとわかんない、
わかんないけど、携帯はでも結構最近じゃない？だってさ、リーナが小学生の頃でもなんか携帯持ってる子結構希少な子だったよ。まあ大人はみんな持ってるけどさ、子供でね。で子供はもう最近だったらもうみんな持ってる携帯。小学生の子とかさ、なんなら幼稚園児でもさ自分の携帯持ってるのすごすぎん？いや、たまごっちすら持ってなかったんだけどたまごっちすら持ってなかったんだけど、子供携帯も持ってなかったりな。北海道の田舎町に最初にできたのは聞いたこともないハンバーガー屋。そうなんだ。それが初めてできたんだ。逆にすごくない？なんでできたんだろう、聞いたこともないハンバーガー屋。いや、めっちゃ繁盛しそう。あと1分でチャイムが、思い出せない、前のめりなのリーナの頭の中サビをね全部思い出せたら全部思い出せると思う。あそこ覚えてるよ、自転車なんとかなんとかなんだっけ、ててんててんてんてん、なんか自転車こいだよみたいなやつ近所にマックがないってだけで昭和からある。あ、そういうことね。マックは結構あったんだ、昭和から。あと1分でチャイムが、あと1分でチャイムが鳴り、ダダ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 ダ違う、なんとかなんとかででん、え、待って、駐輪場だんだんだん、トゥトゥントゥトゥントゥントゥン、自転車こぐんだみたいなやつ。君より先に着きたい、待ち合わせ場所のあの丘へ、トゥントゥトゥン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 、負けてるしどっちが先にトゥ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 。え、結構曲好きリナ、なんか思い出すから好き曲もいいよもちろん、私思い出すから余計好きかも放課後ティータイム、わかんない、聞いたことないかも。でも放課後アフタヌーンティーみたいなのはあるかも。放課後リーちゃんより先に劇場に着く、え、あれですか、放課後レースの歌詞に合わせてる、もしかして。まあ前髪切って可愛い、切りすぎちゃったんです投票しないとチムヨポーズ、え、本当にチムヨみんな、これびっくりね、チムヨキミキミです。本当にチムヨって言ってたリーナそんなことしてたらチムヨってみんなにね言ってました。いつも死ぬよ死ぬよっていう単語が言えなくて。あと、ありがとう、ボンバイーにね出るよね。放課後ポーズ、放課後のポーズ、よし、放課後ポーズむずくないかなんかある、うん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 、これね、あの歌うときにさやってたやつ、なんか駐輪場ってやってた、バイク、あの自転車のやつです
ケンタッキーも札幌にはあったけど地方都市にはなかった。地方都市って何ですか？近くにない。ないよね。バーガーキングってなくないか。美味しいよね。美味しい。最近言ってる。そうなの。それは嬉しい。バーキングを増やしたいけど場所がない。もう埋まっちゃってるってこと？そうなんだ。ハンバーガー食べる方が。ハンバーガー。タウマック。マックとガスト。ガストも多いんだ。そうなの。サイゼとかサイゼ。そんな。ローソン。まあ、それは言っちゃえばね。ファミレス。マックってファミレス？サイゼとガストはファミレスじゃん。どれが一番多いんだろう、ファミレスで。まあ、ローソン。コンビニで言ったらセブンが一番多いんじゃない。でもリーナがよく見るのはファミリーマート。多分マックかな。アメリカで一人旅してるときマックがあると安心する。確かに日本にもあるもんね。バーガーキングありそうじゃない。アメリカにたくさんありそう。ただの偏見だけど。花丸うどんがうどんとか放課後。花丸うどん放課後に。ゲーセンとかじゃないの。ゲーセン行きたい。放課後ゲーセン行きたい。アリーナさ、クレーンゲームとかやったことないんだけど。絶対下手だからやったことないんだけど、絶対さ普通に買った方が安くなるわけ、下手だから。多分ね。いや、でもやってみたい。バーガーキング初めて食べたのはアメリカ軍の基地内。すご。怖くない？なんかあんま美味しくなくなっちゃいそう。緊張感で。バーガーキングお高い。いや、今安いんだよ。なんかさ、アプリ入れると今クーポンでね、安くなるんですよ。あ、もう終わったかも。25日までだったかも。あれれ。小学校の頃には電話がない家も。そうなんだ。黒電話とか桜ポーズ。なんか落ちてくる桜。自分らの世代がスマホとガラケーが半々ぐらいの世代。そうなんだ。でも最近だもんね。前のめりのポーズ。でトゥンでトゥンってやるじゃん。放課後。これあのおかえのやつポーズです。飲食系の店舗数1位はマックで、2位がホットモット、3位がスタバ。ホットモットなんだ。そうなんだ。ホットモット行ったことないわ、リーナ。ホットモットなんだ。ちょっと意外かも。ガストとかだと思ってた。スタバが多いのは分かるよ。マックも分かる。ホットモットなんだね。すごすごいね。放課後レース聞くと重ねた足跡公園思い出す。思い出しちゃうよね。うちの嫁さんの実家から一番近いマックまで130キロ走らないと着かない。やば。130キロ走る予定なの？走る予定なんですか？車とかで何キロとかじゃなくて。ほら、ありがとう桜。ありがとう。ほぼ歌えてない。そう、ほぼ歌えてない。放課後レースのセンターサックだっけ。サック。放課後コメダ。コメダもね。なんかコメダってさ朝のイメージだったけどさ、意外と夜行ってもさ美味しいものたくさんあったから、てか夜もやってるんだって感じだったんだけど。でね、だからあり。部活忙しくて放課後即帰宅。確かに。まあ、でもバレエだったらリーナもね熱中したいな。もう配球にはまりすぎてるからさ、バレーボールだったらめっちゃ熱中しちゃう。少しでもお歌が聞けてお得感。お得感あります。でもティーンズイノってなったら私はカラオケで歌いたいと思うので、このさ、なんかさ配信じゃさ、なんか歌えない歌があるのね。そのカラオケ機能ついてない歌が歌えるので、ぜひ投票してください。
ハートありがとう。今頭に流れた。アップデートしよう。ニューシングルです。ニューかわいい。さあ今日も JK ポーズ。どうこれ、これどう、リーナから見てじゃないんでしょ。どうこれ、え見て見てリーナここめっちゃ曲がんのね。だからさ、なんかなんかね、え大丈夫ってたまに丸右が逆だったらしい。こうか、ええ合ってる、こっちのがいいか、えJ むず、J 逆、えJ 逆、こっち合ってたってこと、えまたコメントでなんか起きてる、えこっちこっちだよね多分、K のポーズリナさこっちが前になっちゃう、筋肉の問題、小指の筋肉足りない、もしかして OK OK おすごい体勢だけど、できた一応一応できたよ、めちゃくちゃ痛かったけど、手痛めそうだったけどできたできた。2024流行語死ぬよそんなん流行語になったらたまらんよワーガーキングポーズ、キングバーガー、めちゃくちゃ美味しかった、やっぱりキングだって思った本当に。やばい、めっちゃいきなり鼻ムズムズしてきた。最近近くのイオンにバーガーキング入った、いいね、バーガーキング頻繁に入ってほしい、全イオンに欲しいですマックはハンバーガーショップ、じゃあ違うってこと、ファミレスではないんだ、ファーストフード店、むずっ、昔さファミレスをさ、なんかファミリーマートがファミレスだと思ってて、なんかファミリーマートイコールファミレスだから、ファミレスイコールファミリーマートだと思ってて、みんながさファミレス行こうって言ってさ、なんかサイズとか言ってんのがなんでだろう、なんか同じ言葉なのかなとか思ってた、 なんていうの同じ言葉で意味が違うのかなとか思ってた。ファミリーマートとファミリーレストランだから、マートとレストランで何が違うんだろうって ちっちゃい頃思ってた。北海道でコンビニといえばセイコーマート、セイコーマート、あ聞いたことある、見たことないかも。スカイライク、スカイラーク、スカイラーク知ってるよ、スカイラークグループのガストでしょ、ジョイフルとかも知ってる、コンビニセブンが一番多い、名古屋ファミマ多い、あそういうこと、だからか、愛知がファミマ多いんだ、なんでさすがセブン、会社の帰り道ファミマ3店舗とセブン1店舗、ファミマの、なんか愛知が多いらしいよ、知らんけど多いらしいコンビニも24時間してないとこも増えた、働き方改革ですね、か単純に夜人来ないから沖縄にはセブンとファミマない、えローソンしかないってこと、そうなんだ、ゲーセン行ってプリクラ撮ってる未来が見える、撮りたい、プリクラが割と好き、なんか写真撮るのが好き、バーガーキング食べたくなったね、リーナも食べたくなった、もうたまらん本当にたまらん、バーガーキングってさ、なんかなんて言うんだろう、タレがめっちゃ美味しかった、リーナはね照り焼きみたいな食べたんだけど、タレがめっちゃ美味しかった、あクロスすればいいのか、こう、え天才、え天才じゃん、めちゃくちゃやりやすいんだけど、えこういうことでしょ、
天才すぎる、めっちゃ嬉しかった。おーすごい、ありがとう、天才だ。三色なんかありがとう。さあアップデートしようのポーズ、え、わかんないんだけど。ごめん、カレンタンしか見てない。ごめんなさい。放課後バイトしなきゃいけないの、放課後バイトしなきゃいけないのリーナ。31日の席は最後列から一つ前のリーちゃんから見て右側、下手側か。うん、でも最後列、あ、立ち見ってこと。立ち見ね、めっちゃ見やすいんだよね。なんか立ち見の人かわいそうとか言う人いるけどさ、正直ね、後ろの列は立ち見が一番見やすいです。でもやっぱり前列はね見やすいよ。でもリーナが一番見やすいと思うのは、まあ、2,3 列かな。1列目はね意外と見逃しちゃう。見るよ、もちろん見るんだけど意外と見逃しちゃう。最高列がめちゃくちゃ見やすい。みんな知らなかったでしょ、最高列めっちゃ見やすいんですよ。だからね、最高列ね、あ、違うな、ね、全然違う話、全然違う話すると、あのさ、たまにリーナさ公園見に行ってるんだけど、で公園見に行くときにね、割と後ろ側から見てんの、後ろ側から見てて、でなんかみんなのコールとかも聞こえるわけ。やっぱりね、全然声聞こえないの後ろ側だから、みんな後ろ最後列とかね、後ろ側の席になった人みんな声出してないなって思って、これは説教問題だって思いました。マジで出してる人は出してる、めっちゃ聞こえる人は聞こえるよ、でも本当に聞こえないの声が、コールが。だから後ろの人コールサボってる人多いなって思ってました私。まあ別に強制なわけじゃないんだけどね、コールが。でもいつも出してる人もなんかちょっとね、休もうってなってるかなって思いました。やったー、やったー、できた、 JK ポーズできた。服かわいいでしょ、で服、服見せる。オッケー、2日かけての成功、やっとだよ本当に。今年の生誕くじでチヌヨポーズ。チヌヨグッズなんだよ、やだ、絶対やだ。いらないでしょ。いつ使う、みんなチヌヨいつ使うんですか。早くテレビの前に集まらないと。長袖のパジャマ引きちぎって半袖にしちゃうぞ。チヌヨ、チヌヨだったらどう。チヌヨはまだ可愛い方だよね。違う違う、待って、チヌヨじゃないよ、にはチムヨだよ、チムヨ。死ぬヨの何、死とぬが言えなくて、チム、チムヨ、チムヨって言ってました。チムヨ、それチムヨって。Kってフレミングの法則みたい、わかる。フレミングの法則っぽいね、なんかね、こうだよね、フレミングの法則、なんかジェラシーじゃん。ジェラシーじゃん、フレミングの法則。バーガーキング行ってみよう、行って、おすすめ。近くのドンキ、1階にマックに1階にロッテリア、すごっ、そのドンキだけで、ね、生活できるじゃん、外食も済ませれるし。最高じゃん。会社の合併でサークル系とサンクスがファミマに変わった。サークル系ってなんだ、サンクスもなんだ、わかんないけど、だから愛知はファミマ、うーん、まあなんか理由があるんだね。理由があるんだね、ちょっと難しそう。ベントマンって何、ほらありがとう。バーキンはお肉直火で焼いてる、ええ、キャンプみたいなこと、直火、あ、え、あ、焼肉みたいな、そういうこと、
フライパンとかじゃなくて、すごっ、めっちゃでも美味しかった。だからかおすすめのメニュー、いや一つしか食べてないからね、おすすめのメニューまだわからない。全部美味しいと思うよ。でもウィッシュに見える、まあクロスにしてるからねしょうがない。リアの出る公園前で見たことない、はい、後ろからの景色もいいんじゃないですか。いい列12番がいい。え、なんかいい列12番、いい列の真ん中ってこと。見やすい位置があるんだね、みんなからしても。4日投げたけどお願いします、当たってねみんな。5列目って言われても分かんない。どの席でも全力でリーナコールして、お、ありがとう。照れる、後ろ照れてんの今年からコール頑張ってやるように。お、本当？ありがとう。後ろからコール頑張れ、ありがとうね。バーガーキング札幌に2店もあるけど家から遠くて行動範囲外。あれ車使えば。桜餅ありがとう。前に向かってコールしてるから後ろは声量小さく聞こえる。え、それは分かるよ、それ分かった上で言ってるそれ分かった上で、小さくとかじゃないの、聞こえないんです。桜ありがとう、可愛いお洋服でしょ、今日は可愛いんですよ、ふわふわ。一つ間違えたらね、これガンダムになるってレビューに書いてあったもし編集するとチムよ、チムよ本当に。三色団子ありがとう。初めて聞いたらどこの方言ってなるリーナ語です、あの幼少期のリーナ語です。三色団子ありがとう、ハートありがとう。サークル系、わかんないんだけど、そういう、ね、コンビニみたいなやつですか。流れ星ありがとう。名古屋のコンビニ、名古屋限定のコンビニ、すごっ、そんなのがあったんですね。春休みなのに可愛い春休みじゃなかったら可愛くないんですか。ありがとう。春休みは可愛くないんですか、他の子たちは。サークル系、見たことないんだけど。いや、わかんない、リーナがセブンとファミマとローソンしか行かないからかもハートありがとう。いい列一段高い、そうなんだ、一つずつさ一段ずつ高くすればいいのに、まあ、そしたら高くなりすぎちゃうから、なんかあれみたいに、映画館みたいに。全力でコールします、ありがとう。メンバーに全力コールを、推しメンにはその場合のコールをモットーにしてる。おお、みんなにコールするんだね。みんなにするんですか。三色団子ありがとう。五列目がいい、あ、そうなんだ、五列目がいいなんだ。あー、高く上がってるんだ。確かに見やすいかも、真ん中らへん。家で小さい声でコールなんで劇場で大きな声でコールしてくださいよ。でも家でもしてくれてるんだ、それは嬉しい。桜ありがとう。仲間の歌メガホン忘れないね、忘れないで。サークル系は2020になくなってファミマに吸収された。だってほら、ないってないって、わかんないよもともとリナコンビニ使わない人だけどさ、アイドルになってから使うようになったのね、コンビニ。だから知らないです。チムヨは MC のネタに使える。でもさ、チムヨもさ死ぬよだからさ、あれあんまいい言葉ではないよね。後ろの席が12高くなったらステージの一番後ろが最大に上がった時見えない。ステージの一番後ろが最大、あ、確かに映画館みたいな感じだったらね、いいんだけど、順番に高くなるっていうか坂にする。で、椅子はまあ頑張ってもらって坂にしないように、椅子のとこだけね。2020まだ小6なんだ。みんなのコロナ禍ね、すごいね、みんなに認知されてるサークル系リーナは知らないけどほら、ありがとう。ということで、次小屋だったらお見送りでもやもやキュンしてもいいですか。別にいいけど、爆笑して他の人に挨拶できなくなっちゃうかもじゃあやるなら事前に言って、
あの準備できるから事前にしてたら、おーすごいねありがとうってできるからできるから、不意打ちにされたらちょっとね爆笑しちゃうんだけど時間がない公演でやってみたい曲、え全部やってみたいよリーナ、出たいです私も、かわいい、ありがとう。ということで終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。ティーンズユニット投票期間があと5日で31日までなんですけど、まだ投票できてないよとかちょっと気になってるけど、まあ初回版、何初回版とか初回版ん、まあ他の CD 持ってるし初回版いいやって思ってる方でも、あなたの1枚で私は夢を叶えれるかもしれないので、ぜひ投票して私の夢を一緒に追いかけてくださると嬉しいです。もう本当に絶対に入りたいです私は。なので私もね宣伝頑張るんですけど、ぜひファンの方でも、まあちょっと多すぎるかなって思っても全然やっぱり何枚あっても足りないので、ね、ぜひ応援してくださると嬉しいです。お願いします。やばいめちゃ花粉症いきなり今日は全然延長なかった、めっちゃあるじゃん、20分ぐらい延長してるよ黙って見に行こう。 K2 行くんですか、行くんですか、あれもえもえキュンは黙ってしに行こうとしてます。でももう行ったから体勢はつけますよ。逆にしなかったらがっかりするかも行っといて、逆に投票手伝ってほしい、頑張れ。ニアの班の方はね1日20票で頑張ってました。もう終わったのかな、まだ終わってないよね。1日20票で10日間で終わるって言った、だから頑張ってください、まあ、すごいお金もなくなっちゃうし時間もねなくなっちゃうと思うんですけど、ぜひ協力して私の笑顔がねそれについてくるように協力してくださると嬉しいです。絶妙にいい時間に終わるね、いい時間ですよ、みんな切り替えできるじゃんちょっと思ってました、思ってた、他のやつ持ってるから初回版いいかなって思ってた、ダメですよぜひ応援してください。家用と車用買います、あ本当ありがとう、家用と車用、あーでも流せる、あ確かに流せるね、ハードル上げないでください、もえもえキュン自分で言い話した、え待って、なんか名言思い浮かんだ、なんか自分が始めた物語じゃないかこんなも名言なかったっけ、確かあった気がします。ということで握手会1日分の資金を投票に回したからランクインしてもらわないと困る、そうですよ、私もね今回やっぱりいつもよりもね会える方少なかったので、でも本当に申し訳ないランクインしてもらわないと困ります、私もさすがに申し訳ない、なんか X とかでさこの公園で取引できますとか言ってる人いるじゃん、あれがね私あんま好きじゃないです、なんかこの時に投票権あげますみたいな、あげるじゃなくてしたい人に投票してほしいって私は思いますけど、でもね絶対に私は入らないと、絶対に入りたいので、ぜひまだね応援したい気持ちがあるって方は、少しでもいいので1枚だけでも全然私は嬉しいので、だって1枚のだけの差かもしれないよ終わるのが、なので本当に大事な1枚なので、それはぜひ協力してくださると嬉しいです、お願いします。
私もまだ呼びかけ頑張ります。賞与使い果たしたのでマジで入ってほしい。賞与っていうのが何か分かんないんですけど、もう賞与っていうと日向賞与を思い出しちゃうんですけどはい、私もマジで入りたいのでよろしくお願いします。ってことで終わります。あ、もう怖い、影穴ちょうど始まる。ということで終わります。見ていただきありがとうございました。また明日は多分朝かな、朝やるのでぜひ見てください。